どうも、アキです。マイライフやっていきましょう。はい、今回は後半戦やっていきたいと思います。まあ前半戦ね、野手成績は結構良かったんで、あとは投手成績がね、まあ中4日にして、うまくね、伸びていってほしいなと思います。行きましょう。はい。最優秀防御率取りたいんですよね。菅野と 0.3 ぐらい離れてるのかな。まあ1点台行けば取れそうなんで、なんとかここから願っていきましょう。ゴー。さあ、そして今回からついにね、デートを解禁していきたいと思います。まあこの試合終わったらね、いろいろやっていきましょう。ボール。さあ、まずは集中してヒットを打っていきましょう。第3球を投げた。ボール。カウンター2ボール。さあ、行くぜ。広島キラーついたんでね。いや、ほんと日本シリーズいいゲームだった、カープ。負けちゃったけど、ほんとに楽しい試合だった、全試合。いい試合をありがとう。やっていきましょう。掴んでこれで3アウトになります。さあ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 、バッターは並木。第1打席はファールフライに倒れています。1本打っていきましょう。まあ前半戦終了で49本、まあ半分以上は試合あると思うんですけど、オールスターが中間とするとね。はい、まあまあいいでしょう。投げた。よし、よく見た。カウントは2ボール1ストライク。投球これから4球目。どうだ、入れ入れ入れ。先制だ。さらに伸びていく。よし、オッケー。カープ強いんでね、しっかり4番として打点を稼いでいきたい。さあ行きましょう。初球ストライクからボール。カウント1ボール1ストライク。奥井くんがランナーにいると秋打てない説ね、コメント欄だったんですけど、実際ある。奥井くんがランナーにいると打てない説ある。よし、その説覆していく。オッケー。センターいい方だ。いや、でも今年のカープ本当にこれに大瀬良と今村が本調子というか、まあ本来の力を発揮したらもう手がつけらんないなっていう、まあセリーグのね、同じセリーグの巨人ファンとして思うことですね、本当に。第5球投げました。ああ、ミスった。この2人が本当にね、最高の結果を残せばちょっと手つけらんないよ。まあ来年ね、黒田が引退するというところで、大瀬良投手期待じゃないですかね。行きましょう。さあ、ということで、お、総力1上がった、ナイス。どうしよう。まあ、体力もそんなに減ってないんで、ではではでは、デートやっていきたいんですけれども、今回デートをするにあたって、こんなアイテムを持ってきました。はい。すっすっす、どこだ？赤い糸。彼女候補キャラとの出会いフラグを全員オンにする。ちょっとこれを使いましょう。これで全員出会えるのかな？お、イベント一気に起こるの？ちょっとこれで選びたいんですよね。まだ会ってない人が、どれくらい会ってない人がいるのか分かんなかったんですけど、めっちゃ合いますね。急にめっちゃ合いますね。凄まじい効果だった。ま、なんだ、二人だけか。じゃあ、あとは全員で会ってるんですね。ということで、デートやっていきましょう。あ、顔が見えない。いや、でも、やっぱりね、僕、これ眺めて思うんですけど、やっぱりプロ野球選手といえば、アナウンサーでしょ。アナウンサーでしょ。中尾なん、何ちゃん？アナウンサーでしょ。最初のデート。あー、最初のデートどこにしよう。アナウンサーだからな。アナウンサーだからあんまり人目につくとこだとまずいでしょ。海ぐらいどう？海ぐらいどう？やっぱプロ野球選手といえば王道アナウンサーでしょうということで、さすがにまだでしょ。また今度。まあちょっとアナウンサーとね、シコシコとデートをね、シコシコとデートをやっていきたいと思います。下ネタではありません。やっていきましょう。試合スキップ。よし !9 回1失点、ナイスナイス。9回1失点多いな。なかなか完封できないな。何？ガソリンタンク。奥井と一緒に花見見物をした。いや、彼女候補といけよ。よし。ただ、告白は2億貯まってからやりたいんで、家を買ってからやりたいんで、まあ今ちょっといろいろデートをしておいてっていう感じですね。よし。ということで、プロ野球選手の王道アナウンサーと、
結婚を目指したいなと思います。まあなんかなんだろう、彼女によってそんなに優劣があるっていうわけでもないって聞いたんで、アナウンサー大好きなんでね、やっていきましょう。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは、うわ、いいスライダー、対左ビ投げました。いいボールだな、それは打てなかった。追い込まれています。第3球を投げた。よし、どうだ、これは落ちるんじゃないか。ポテーンと惜しい。のまに飲まれた。やっていきましょう。ジャイアンツ追う展開で迎える4回です。ツーアウトランナーなしという場面。わー、いいね、対左ビ、いいね。取ってこれで3アウトチェンジ。早いね、集中、一本集中。よし、どうだ、オッケーオッケー。お、さよならの場面じゃない。よし、これはさよなら打ちたい。よし、よく見た。よしよし、フォークは外れても慎重に攻めてきます。カウントは2ボール。よっしゃー、でも違うな、フォアボールはなんか違うな。第4球を投げた。振ります。ボールだったら嫌だったんで振りました。甘い球を待ちます。あー、ダメだ。外れてフォアボール。あ、オッケーオッケーオッケー。誰だ、クルーズ、ナイスナイスクルーズ、オッケーオッケー。ゲーム差どれくらいになったんだ。来年中3日にチャレンジしようかな。中3日チャレンジ。あ、そうだ、そういう意味では回復も上げたいんで、まあ早くあそこにも行きたいんですけどね。同期二上くんかな、あれ二上くんじゃないらしいですね、コメント欄でいただいたんですけど、二上らしいですね。僕あれで二に上って書いて二上さんっていう知り合いの人いるんですけど、二上らしいですね。日本語はなんと難しいんだ、それわからんよ、どっちか。よいしょ。ということで、どうしよっか。まあ、今回はじゃあ、デートしますか。今回はもうデート会にしましょう。あと、ちなみに確認すると、アナウンサー以外はアパレル、18歳。やっぱちょっと年上のね、彼女がいいんじゃない？まだ、20歳なんで、20歳で18歳と結婚しちゃったら、それはね、夫婦として成り立たないんで、ちょっと年上。でも23歳って言うと、まだ1年目、2年目じゃん。アナウンサー。あ、誕生日11月5日ってことは、2年目か。そうですよね。2年目だよね。まあ、浪人しなければ2年目。アパレル。歯科衛生士。アクセサリーデザイナー。秘書。独立リーグマネージャー。ちょっと32は、僕も結構ストライクゾーン広いんですけど、まあ、いつもね、ボール球に手出しまくってるんですけど、ちょっと32はちょっとさすがに敬遠玉すぎる。さすがにこれは敬遠されてるレベル。独立リーグプロ選手。あ、この子結構可愛かったんですけどね。この子ちょっと可愛かった。ちょっと、まあ、見るだけ見てみる。この子可愛い、結構。いや、そうでもないな、改めて見ると。改めて見るとそうでもないな。やっぱアナウンサーですね。花形ですよ、花形。行きましょう。ちなみに、皆さん、女子アナの中で誰が一番好きですか？ぜひコメント欄の方に書いていっていただければ嬉しいんですけど、僕なんか、好きなタイプ、なんで急にここで女性のタイプの話に切り替わったのかちょっとわかんないんですけど、そんなに好きなタイプっていうのがなくて、女性の。なんか可愛い系でもいいし、綺麗系でもいいんで、なんかいつもなんか一番、なんか女優で一番誰が好きとか、そういう話題になるじゃないですか、友達とかと。一番をなかなか決めらんなくて、まあ正直 YouTuber 界だとね、その YouTuber で誰が一番可愛いなんていう話にもなりますよ、やはり。でも、一番とかよくわかんないんですよね。だから自分の中で未だに。何を基準に一番を決めればいいのかわかんないんですけど、アナウンサーに限って言うと、その可愛い系か美人系で一番は、決めていて、自分の中で。ボール。ですね、可愛い系で言うと、もうね、これは衝撃だった。初めてヒルナンデスという番組を見た時に衝撃だった。もう三浦アナですね。いわゆるミトちゃんです。はい。僕、細い人が、それで言うとね、細い人がタイプだと思ってたんですよ、ずっと人生生きてて。ちょっとこれ失礼だな。いや、太くはないけど、なんか細身のめっちゃ細い人が好きだと自分的には思っていたのに、なんか衝撃を受けたのがミトちゃんでしたね。はい。で、美人系で言うとなんか両方日テレであれなんですけど、笹崎さんってわかりますか？
笹崎さんって今年何年目だ、多分1個上だよな、私的に。今年2年目かなの日テレのアナウンサー。まあ知ってる人はいろいろ知ってると思うんですけど、がめちゃめちゃ美人だなと、マジで日本トップレベルの美人じゃないかと初めて見た時に思ったレベルに美人だなと思ってますっていう。この話いらなかったな。この話マイライフの実況の中でいらなかったな。ということで、今回はね、ぜひみんなの好きなアナウンサーのタイプを書いていってくれ。あと個人的に好きなのは、今名前がずっと出てこない。ミヤネ屋の前のアナウンサーの人、フリーになった人。名前が出てこないけど、あの人です。あの人も結構好きですね。名前なんだったっけ？名前なんだったっけ？取りました。惜しい。これでツーアウト、ランナーありません。あの人名前なんだったっけ？ノーアウトランナー一塁二塁という場面で。忘れたけど、あの人です。さあ次の投球。危ない球。ミヤネはセンスいいなと思いますよね。タイプ、その最近なった人もタイプ違うけど、めっちゃ美人だなと思うし、ミヤネ屋のディレクターセンスいいわ。やっていきましょう。第5球投げました。どうだ。ああもうこんなアナウンサーの話してたらノーヒット。まあぜひみんなのタイプを教えてくれよ。何の話やねん、本当に。やっていきましょう。さあということで、中4日にしたんで、まあデートももちろんやっていきたいんですけど、お森福と飯デートもやっていきたいんですけれども、ちょっと体力だけは気をつけておかないといけないんで、どうしようか。まあ当番前にしっかり休めればいいんで、次まあ移動もあるし、まあ大丈夫かな。とりあえず試合やっとけば大丈夫かな。さあやっていこう。ちょっとさっきのミヤネ屋のアナウンサーの名前が出てこないのが気持ち悪いからググろう。ああ思い出した、川田さんね。川田さん、それそれ、間違いなくそれ。成瀬飛翔、やっていきましょう。さあということで、今回対戦するプロ野球選手のうち何人が果たして女子アナの方と結婚しているのか。あと高橋由伸監督の奥さんもめちゃめちゃ美人。今もう40ぐらいになってるのかな。めちゃめちゃ美人。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。ちょっと集中しよう。心が乱れておる。いや心が乱れておるな。集中しよう。浮き足だっておるな。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは並木。今日はファーストゴロとセカンドゴロ。よいしょ。では野球の話に戻りまして、神宮球場綺麗ですね。デーゲームで見ると非常に綺麗。神宮球場やっていきましょう。見送ってストライク。投球これから4球目。ちょっと待って。いや心乱れすぎでしょ、さすがに。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、もう切り替えていこう。現在の打率は3割6分9厘。第2球投げました。外角高め、はい、ストライク。切り替えて集中していこう。第3球を投げた。よし、よく見てる。カウントは1ボール2ストライクです。セカンドランナーちらっと見た。投げた。よし、オッケー。レフト前に出る。ヒットになります。並木ナイスバッティングです。今日初めての。おー、いいねいいね、いい逆転劇。ダメ押しのチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で並木。秋押しのスライダーいいですね。対左 B だとやっぱ曲がりが良くなるな。インコース低め。これ高速スライダーでこの曲がりですからね。肩越しにランナー見た。打った。アルボール。第4球を投げた。ボール。カウントは3ボール1ストライク。第5球投げた。ここは歩かされます。敬遠してくるね。見事スお、来たがいいね。ヒーロー、オッケーオッケー。ニューヒーローが生まれてほしいですね。ジャイアンツも次の坂本クラスの選手が出てきてほしい。お、盗塁。オッケー、盗塁 D。 てかスチールスパイクずっと履いてたのにほとんど意味なかったな。盗塁 D、 ナイス、オッケーオッケー。ということで、ちょっと体力だけはしっかりケアしつついきたいんですけど、まあデートしましょうか。中尾泉ちゃんでいいのかな、読み方。これ泉でいいの。あーなるほどね。ホームに戻った時しか会えないと。ただ評価は上がるのか。じゃあ遠征先はブラブラしておいた方がいいんですかね、これ見ると。遠征先ではブラブラした方がいいのかな。ちょっと
ょっと難しいですね。まあ、今回は、いろいろやってみたいところではあるんですけど、ちょっと次回以降は、また、二神くんのところ行って、回復の経験値も貯めていきたいので、中4日にしたので、早く回復 A にしたいので、広島の焼肉屋さんと、ホームの二神くんのお店は、ちょっと優先的に訪れたいかなと今思ってます。はい。トップバッターは並木、投げた。ズボル。第2球。よし、よく見た。カウント、ワンボール、ワンストライク。第3球を投げました。ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。ああ、ボール球あった。山田。これがセーフなら、オッケー、いいね、いいね、いいね。総力上げてますからね、今。ジャイアンツリードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面でボール。スチールスパイクもっと働いて盗塁シーンになってくれればいいんですけどね。盗塁シーンにならなかったら来年は一回オートでやってみようかなと思ってますね。オートでやりつつ盗塁の経験値貯めて、再来年でトリプルスリーチャレンジかなと思ってますね、今のところ。第5球投げた、打ちました、上だ。まあヤクルトもね、川端が今年はいなくなったんでちょっと弱くなってる。ジャイアンツリードで迎える6回です。バッターは並木。なんか打ちにくいと思った、球持ちか、おが、なるほど。第2球投げた、2球目ストライク。苦手の球持ち持ちですか。投げた、打った、左中間へのフライですが、さあやっていきましょう。さあ久しぶりのホームラン打ちたいな。この回の先頭バッターは並木。今日はここまで3打数1安打。第2球ボール。バッターの足元。第3球を投げた、まっすぐ空振り。さあしっかりカーソルを合わせていこう。次は4球目投げました。おっと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 、ちょっと本当に最初すごいね、今回調子良かったのにアナウンサーの話で心が乱れた。まあけどしっかり2安打、2安打。内容はどうであれ2安打。オッケー。ちょっと次回以降に向けてちょっと心を整えていこう、もう一回。で、さすがに登板があるので、一回休んで、ここで休めばいいのか。ここで休養してからデートしましょうか。デートは体力減るのかな？減る選択肢もあるかもしれない。デート。試合前にデート。やっていきましょう。まあ、評価マックスにしてから告白しましょうかね。え？ホームじゃないの？これ。あ、ホームじゃなかった。てっきりホームに戻ったかと思ったけど、広島だった。あ！広島だったら焼肉屋行かないと。普通に広島だったらホームに戻ってるもんだと思ってたわ。試合スキップ。おい！ 7 回3分の2、3失点。また防御率が悪くなっちゃった。いや、総力は上がっていきますね。確か焼肉やって体力も回復しますよね。よし、また野手月間 MVP。野手はずっと取れてるかな、なんだかんだ。投手は取ったことないけれども。じゃあ、焼肉屋行きますか。オッケーオッケー。おお、めっちゃ体力回復する。え、休む必要ない。焼肉屋有能。焼肉屋めっちゃ有能ですね、これ。焼肉屋超有能だ。焼肉屋いいぞ。今後ちょっと焼肉屋、積極的に足を運ぼう。回復 A になるまで。いや、二刀流の味方焼肉屋ですね。よし、では、また焼肉行けばいいですよね。とりあえず回復の経験値貯めていきましょう。広島来た時はもう焼肉だ、今は。スタミナも一緒に上がってくれてたら、まあ5万円の価値あるかなっていう感じですかね。行きましょう。さあ、そしてね、ちょっと平日の動画の長さを長くしていきたいと言っていたんですけれども、今日が本当に撮影時間がギリギリで、今もう6時。
10分20分ぐらいなので、このままでは7時に間に合わないということで、今日はちょっとまあ20分はって言ってもあると思いますけどね、ぐらいの長さにしようかなと思います。撮影時間取れれば30分ぐらいに本当はしたいと思っています。いきましょう。0対0で迎える4回、スッスッスッ、並木、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。ボール。さあ広島キラーの意地を見せつけましょう。投げた、打ちました。広島キラーの意地を、意地を掴みました。これで野村のこのちっちゃく動く変化が本当いいんだよな。めっちゃいいな、ちっちゃく動く変化が素晴らしいね。野村、ジャイアンツ先制のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で並木。野村のちっちゃく動く変化は素晴らしいね。ゼロゼロ、これ打ったらいいでしょう。よし、どうだ、入れ入れ、オッケー。野村でツーシームよく見てたからね。よし、あー、危ねー、オッケー。いや、涌井さんがいいピッチングしてる。さすがね、さすがだよ。さあ行きましょう。で移動で最後が登板か。 OK、 じゃあこのヤクルト戦までやりたいですね。試合開始。いや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 ー、でもデートも楽しいですね。結婚して子供もできるんですよね。まあそこもまあまあ楽しみにしてっていうところですかね。はい、また成瀬だ。なるせ飛翔なんだけど球持ちなんでね、ちょっと打ちにくい。一発軽い球は本当に飛翔だ。飛翔、飛翔しろ、伸びろ伸びろ、惜しい。取りました。これでワンアウト、ランナーはあります。同点で迎える4回です。ツーアウトランナーなしという場面で並木。第1打席はセンター。さあ行きましょう。さあ次の投球、投げました。ボール。ここはよく選びました。ナイスピッチのマークが出ると隠れるんで嫌いなんですよね。なんか隠れるんですよね。この文字で隠れちゃうボールが。ボールは中継。並木、いいバッティ。よいしょ。さあ、オッケーオッケー。心の乱れが治ってきたよ。現在の打率は3割6分8厘。ちょっとアナウンサーについて熱く語ったら。オッケー、心の乱れが治ってきた。伸びる、看板直撃。8回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは並木。うわ、これも打てないな、さすがに。第2球投げました。もうバッターよく見ました。カウント1ボール1ストライク。投げた、うん、とバットの先だ。当たり損ねはショートゴロ。大引きももうそろそろ能力低下し始める頃じゃないか。あ、でもね、ちなみになんですけど、さっきそのまた話はそれるんですけど、女優で誰が好きとか決めらんないっていう話してたじゃないですか。まあ芸能人で誰が好きかがなかなか決めらんないっていう話だったんですけど、最近なんだかんだ決まってきて、なんだかんだ本田翼ちゃんが一番可愛いなっていう。最近あのドラマでね、ちょっとやられてますわ。最近あのドラマにやられてる、本当に。さあ行きましょう。あー、ちょっとデートできなかったね。ナイトデート続いたのか、これは。行きましょう。さあ、ということで、次回以降もまあデートやっていきたいっていう気持ちあるんですけど、もしかしたら、一回先に封印して焼肉屋、まあ、二上くんのお店だけは行くかもしれません。まあ、その辺はまた考えていきましょう。よいしょ。なっとっとっと。第2球投げた。今日球持ちもちょっとよく当たるな。追い込まれました。追い込んでから第3球を投げた。インコース高め、ストレートは外れてボール。カウント1ボール2ストライク。投げた。カットボールはボール。外へ。カウント2ボール2ストライクです。投げた。さあ、これがセーフになったらかっこいい左バッターとして。いいね、いいね。
いや、いい左バッターになってきた。これで盗塁ができれば本当かっこいいんですけどね。ああ、ボールか。強気で攻めてきます。カウントは2ボールノーストライク。うん、いいボール。投げました。うん、ちょっとボールだった。これランナーいなかったら抜けてたかもしれないな。さあ行こう。6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で並木、現在の打率は3割7分。投げました。そう、9個のこのスライダーが本当にいい。だからこれは捨てよう。これは捨てよう。さすがにストレート狙いにしよう。投げました。おっと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 、その狙ったストレートが惜しい。でもこれもう内野安打になりそう。いや、走力上げるの楽しいっていうところだな。さあ最後打って終わろう。ワンアウトランナー1塁という場面で並木、最後打って終わろう。1安打、1塁へ1つ牽制球を送りました。もう一度1塁牽制球です。さあ次の投球。よしいい終わり方いや、吉野でもいいな。頑張ってほしいな。頑張ってほしい。怪我を乗り越えて頑張ってほしい。よっしゃ、お、やばくないこれ。18連勝とか、気がつけばやばいね。 OKOK で、次、あれもう一試合あるか。あれもう一試合違うか。これ今終わったんだ。だったらここでお出かけで、それこそ二上くんのとこ行けば体力も回復してちょうどいいか。 OK。 まあ5万の焼肉超高いんだよな。後ろに980円って書いてあるのに俺何個食うんだあれ、お一人で。オッケー。さあ、そして試合スキップ。うん、9回2失点やば。19連勝。出た、ミスターパーフェクトへの道失敗。それは無理だって。奪三振で魅了しろ。1試合に19奪三振って。松井くんかよ。高校時代の松井くんかよ。これだから休養するんじゃなくてこっち行けばいいのか。体力回復量すごいから、こっち行けばいいのか。おお、いいですね。彼女に電話かけるんじゃなくて、横浜に来たら来たらで屋敷さんに電話かけたいと思います。評価が8割以上の状態で特訓に成功すれば盗塁の経験値くれるらしいんで、もう横浜来たらもうマストじゃないのかな。ただ失敗するとこうやって評価が上がんないので、世間話とかの方がいいんじゃないかっていう話もありますね。はい、こんな感じでございました。いやー、とりあえずね、彼女作って、ん、これ告白したらあれなの、結婚するの。もう結婚はまだ、まず今付き合ってないですもんね、そもそも。まあとりあえず彼女作って結婚して子供を産んで、マイライフ人生これからも楽しんでいきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、マイライフの動画いつも楽しみっていう方、ぜひともグッドボタン押していっていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。